はい、遊戯王で期待戦やっていきたいと思います。今回はベルアクティ VS 冥界召喚獣の対決になります。まずは冥界召喚獣側がカードを1枚捨ててターンエンド。お互いに事故っていらっしゃるかな、これ誘発ばかりになってますね。さあベアルティ側、手札を1枚コストに発動しますが、そこにハルラーあー一番食らったらあかんのかな。そしてライティードライバーを特殊、通常召喚、それ効果。デッキからレフティードライバー一体特殊召喚しようとします。そこに対して増殖するし、現代遊戯王は誘発の遊戯王です。誘発を制する者はゲームを制する。そして2体でシンクロ召喚、ベアルティ、ポラリーですね。で、その効果によりデッキからフィールド魔法、ビッグリッパーを発動します。うららを食らいたくないという効果が見て取れますね。しかし、まあ一応ここまで出しといて、とりあえずダイナですね。出さないと話にならないですからね。冥界召喚獣側、ようやく引けましたね。引けましたね。はい、暴走魔法陣発動。いつもの流れ。デッキからアレイスターを手札に加え、アレイスターですね。お、その前に、あれはヌル。冥界ヌルの効果により、デッキから、冥界カードを墓地に送ります。闇属性モンスターかな、確かに。そしてヌルの効果、フィールド上にモンスターが何もいないときに特殊召喚します。でビッグリッパーの効果で特殊召喚に成功したときカウンターを乗せます。で、ビッグリッパーにカウンターが7つ以上乗ったときに、自分フィールド上にシンクロモンスター、ベアルティのシンクロモンスターがいる場合、その7つを取り除いて相手フィールド上のモンスター1体のコントロールを得るという効果を持ちます。2体でエクシーズ召喚、アレイスターとヌルでエクシーズ召喚、キングレムリン、懐かしいですね。おっと、あれはアウローラかな。っていうだから、相手フィールドモンスターが特殊召喚された時に特殊召喚して、そのモンスター一体を対象として発動します。そのモンスターは効果を発動できなくなりますね。効果を発動できないからオーバーレイユニットも取り除くことができません。でキングレムリンにポラリーを攻撃してタイムですね。2枚捨てタイム、1枚捨てタイム、開始のターン、ライティードライバーの効果、墓地のレフティードライバーを特殊召喚しようとしますが、そこに対してどうするか、増殖する G 引きすぎ増殖する G は悪だなぁまあでも出すしかないんですな、これは。そうなんです。どこまで行っても結局の話ね。はい。出すしかないんですよ。お、これで、揃いました？カウンターが乗りましたね。7個。7個取り除いて、7個取り除いて、キングレブリンのコントロールを得ます。これはなかなか強いですね。当然、この効果で奪ったモンスターは攻撃が可能です。ここでアーゼウスとか出たらめちゃめちゃかっこいいんですけどね。まあ、ベアルクティには入ってないか。別にできなくはないんですけどね。エクシーズ結構出すんですよ。レベルランク7とか含めたりしてね。誘発をバン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 引いている冥界召喚獣側。墓地にはすでに冥界モンスターがいくつか溜まっておりますからね。まあ、キングレムリンを破壊すればさらにダメ。アレイスターを通常召喚効果、デッキから召喚魔術を手札に変えます。これが召喚獣なんです。たとえ他のパーツが引いていなくても召喚獣が毎回毎回手札に来るので、じゃあ召喚アレイスターが毎回毎回手札に来るので最低限の動きができる。召喚魔術発動、ハルウララとアレイスターを除外することによりブルガトリオ特殊召喚、そうですね、相手フィールド上にモンスターが複数体いる場合はもうブルガトリオでもう駆逐するのがね、一人残らず駆逐してやるのか手札ですから、ブルガトリオは相手フィールド上のカードかける200ポイントアップします。計4枚のカードが存在するので800ポイントアップですね。3100かな今。破壊することに200ポイントダウンしていくという効果を持っていますが、手札にアレイスターがいるので守備貫通能力と相まってワンターンキルをすることも時には可能なんですよね。さあブルガトリオで、全体に攻撃ですね。守備力2600というのがなかなか強い。
で攻撃守備貫通能力のうちなので守備貫通ですね。さあキングレムリンを破壊して返してもらわないと。爬虫類族が揃わないとね、なかなか難しいんですよ。メイン2、2枚目の召喚魔術。手札のアレイスターですか。手札のアレイスターを捨てて、多少もったいない気するんですが。ですね、墓地にあるので、そうですね、墓地にあるんで、除外してですね、特殊召喚ですね、メルカバーで。手札のアレのカードはアロンですか、うん、カースか、カースか。で、墓地のカースの効果でいいのかな。フィールド上のモンスター1体をリリースして、特殊召喚。その後相手は墓地のモンスター1体を蘇生できます。で、このカードが特殊召喚に成功したとき、墓地に存在する、レベル4以下の冥界モンスター1体を特殊召喚できます。で、さらに2体のモンスターをリリースして特殊召喚ですね。この流れがなかなか強いんですよ。はい。エンドフェイズに村雲の効果で特殊召喚ですね。ベアルクティー側は。そして墓地のレフティードライバーの効果。デッキからライティードライバー一体を手札に加えます。そして通常召喚し、シンクロですかね。問題はもうレフティードライバーはないですから、大体の場合1体ですね。さあ、シェンシェンを特殊召喚。シェンシェンがいる限り、フィールド上のカードは全て除外されます。シェンシェンでアロンに攻撃かな？で、アロンは除外されますね。一応効果で、ゲームから除外されているカードを墓地に送るということもできなくはないんですが、ね、シェンシェンの効果で。でもそれ使ってしまうとメルカバーの効果で除外されてしまうんで。で、除外されてしまうとシェンシェンは蘇生効果使えないですからね。メルカバーはそういう意味じゃめちゃくちゃ強いですね。お、発動！シャドウディストピア！出ました。そうなんです。冥界はですね、フィールド上のモンスターをリリースして発動することが多いんですよ、墓地で。で、その効果で、相手フィールド上のモンスターをね、リリースすることによって特殊召喚できるという、なんですね。さあ、カースの効果で墓地の冥界モンスターを特殊召喚し、さらに相手はモンスターを特殊召喚。いやー、蘇生した心身は特に問題ないですけどね。あの、効果は無効化されてるのね、カースの効果で。で、2体のモンスターで、あれは、リンクモンスターですね。レプティレスリンクモンスターですな。そして、その効果に遅延して、ファンタズメインを特殊召喚。ベアルクティー側ですね。で、あのリンクモンスターは、フィールド上のモンスターの攻撃力をゼロにすることができて、ゼロのモンスターがいると、デッキから爬虫類族をサーチするということです。ファンタズメインはさすがにメルカバーで、無効にしました。ですね。そうしないと何をドローされるか分かったもんじゃない。で、ベアルクティはね、手札にベアルクティがいてるとあっという間に制圧されてしまうんで、こっちの方が裏守備になったりとかしてね、魔法トラップ破壊とかされたりね、余計なドローはさせないことが基地です。効果でナイアをサーチします。ナイアの効果でデッキから光属性かな、闇属性だっけ、光属性ですねの、冥界モンスターを墓地に送ります。ぐるぐる回っていきます、爬虫類族。 いい強化もらいましたよね、冥界って。素晴らしい強化だと思うわ。で、通常召喚アレイスター、相性がいいんですよね、これアレイスターで。2体でリンク召喚、いや、リンク召喚じゃない、墓地のモンスター蘇生ですね。あれもアロンかな、確かね、アロンだよね。で、召喚魔術を発動、
墓地に存在するモンスターいったよ。特殊、光属性を除外してメルカバーを再び毒召喚。メルカバー2体にゃ。これは強い。まあ、1体はレイスターを手札から捨てて攻撃力バンプすることによって、手札1枚ですから、まだ、まだ、あー、さすがに何もなかった、無理ですね。たとえ戻ってきたとしても、あの婦人をどうにかするのは難しいんじゃないでしょうか、ペアルティ側。さあ、2戦目です。2戦目。おー、なかなか強い。シャドウディストピアもある。こっちもなかなか強いです。ベアルクティはとにかくハンド消費が激しい。ビッグリッパーで何とかしないといけません。お、手札の、モンスター1体してて、手札がベアルクティー。で、あれはね、召喚に成功しておくとベアルクティーカード1枚をサーチするという効果を持っています。特殊召喚に成功した時の効果にチェーンして、ハルウラで向こう。まあ、食らいますよねって話なんですよな、これ。で、カード1枚捨てダーンエンド。ハンド消費が激しすぎるんだよ、ベアルクティ。もうちょっとなんとかなんないかなって感じ。テラフォーマーズ発動。デッキからフィールド魔法カード1枚を手札に加えます。シャドウディストピアと暴走魔法陣が存在するので、冥界召喚獣ディストピアは。相手フィールド上にモンスターがいる場合はシャドウディストピアでもいいかもしれないですが、その場合ね、冥界を手札に引いているという条件があるので、やはり安定性をとって暴走魔法陣を手札に加えるのは当然ですね。おっと、これはあれはナイアかな。手札から、捨てることによってデッキから光属性のね、冥界モンスター1体を墓地に送ります。ヌルを墓地に送りました。この2枚ですね、まあ、冥界で高いのはここですから。そしてヌルの効果により墓地から特殊召喚、フィールド上に何もいない場合特殊召喚ができます。そして効果、アレイサを通常召喚して魔術を手札に加えます。召喚魔術、いつもの流れです。この流れが強い。相性抜群なんですよ、このキングレムリンと。でキングレムリンがね、出すデッキってどこ、いつだ、あの仮面レオン、仮面レオンじゃない、あのなんだ、影トカゲか、影トカゲをサーチするのがね常だったんですけどね、昔は。懐かしいですよ、あの時代。トリッククラウンドはね、使ってましたよね。効果でデッキから、ヌルを手札に加えて、そのままヌル。デッキから墓地に送ります。エンジンですな、これは。お、張り替えシャドウディストピア。なるほど。で、墓地。相手フィールド上のモンスター1体をとジムフィールド上のモンスター1体をリリースして特殊召喚、2体をリリースすることによって特殊召喚ができるってですね。で、シャドウディストピアの効果は1体しか使うことができません。あ、1回しか使うことができません。あと、まあシャドウディストピアは1体の代わりになので2体は無理です。モンスター2体をリリースして発動の前は自分フィールドのモンスター2体をリリースしなければならないということですね。ただバトルフェーズに行動を入ろうとしたところに効果、ライフを払うことによって墓地のモンスター回収ですね。永続トラップで、そして効果、手札のあれはファンダズメンを捨てて特殊召喚、裏守備にするのかな。メルカバー効果。いや、強いって、メルカバー。ずるいよ。汚ねえよ。で、メルカバーで攻撃。攻撃。痛い。ライフも押し払ってますからね。何を引けばいいのだ。いや、シャドウディストピアの効果でトークンを生成ですね。何を引きゃいいんだよ、これ。おかしいよ。ああ、それが当てないですね。
やはり安定性抜群ですね、冥界召喚獣。面白いデッキですな。はい、お疲れ様でした。